マイクロソフトホロレンズとはマイクロソフトが開発しているヘッドマウントディスプレイ方式の複合現実ウェアラブルコンピュータである。近年各社から発売が相次ぐコンピューターやスマートフォンとの連携を必要とする VR デバイスとは異なり、本体には CPU や GPU、それにホログラフィックプロセッサが内蔵されているので単体で機能する。表示装置は 透過型で実物の景色に画像を重ね合わせることによって複合現実をもたらす。Atom X5Z8100SoC はチェリートレイルファミリーのセミカスタムチップでマイクロソフトが現行のホロレンズで使用している。インテルは2017年9月30日で受注を終了し、最後の出荷は2017年10月30日になる。 このソークを使用しているのはマイクロソフトのみとみられ、次世代ホロレンズに向けて、マイクロソフト側から生産終了を提示した可能性が高い、との情報がある。操作に関して、コントローラーなどはなく、音声認識及び使用者の手を利用したハンドジェスチャーによって行い、人差し指を立てて、物を積むような動作のエアータップと、手をつぼめつぼみが花開くように手を広げるブルームの、 二つの基本動作のみで操作ができる。また、Bluetooth 接続によるキーボードでの操作も可能である。ホロレンズスプリングクリエイターズアップデートからは、両手操作が可能となった。また、対応言語は、当初英語のみであったが、2018年夏に公開された r s 語から、簡タやザ中国語と日本語に対応した。2019年2月に、 後継のマイクロソフトホロレンズ2が発表された。ありがとうございます。